どうも皆さんこんにちは、 P さんチャンネルです。今回は私の兄と共に山陰地方島根県出雲市を目指してキャンプツーリングの旅に出かけたいと思います。山陰地方の海沿いは信号のない爽快なシーサイドロードが続き、ツーリングやドライブに最適で私のお気に入りコースの一つです。皆さんもぜひ一度休日に訪れてみてはいかがでしょうか。それでは島根県キャンプツーリングの旅、行ってみましょう。ございます。天候にも恵まれた爽やかな朝を迎えました。最終的な荷物の積み込みと確認をしっかり行っていきます。キャンプツーリングは荷物の積み込みも楽しみの一つですよね。なかなかかっこよく搭載できたと思います。それでは行ってみましょう。爽やかな朝の街を駆け抜けてみます。九州自動車道を上り、太宰府インターチェンジから高速道路にエントリーしていきます。トンネルを抜けると関門海峡が見えてきました。ガッツポーズです。それでは九州を後にします。山を下り、萩の海沿いへ出ました。最高。ここからが今回のシーサイドツーリングの始まりです。いつまでも続く素敵な海沿いに心を魅了されます。道の駅ゆとりパーク多摩川でお昼休憩をとります。それでは昼食にしましょう。今日の昼食は道の駅隣にあるお食事処山ちゃんにお邪魔していました。ここ山ちゃんはリーズナブルな価格と多彩なメニューで地元の方々にも人気のお店です。こちらの近海で獲れた新鮮なヒラマサの刺身はとても絶品でした。このお店なんと塩ラーメンもおすすめです。旅はいよいよ山口県を後にして島根県益田市へ入りました。ご覧ください、この風景。一直線に続く海沿いの道、私の住む福岡県ではまずお目にかかれない雄大な風景です。お、なんとこんなところでハンマーを落としてしまいました。積みには定期的に点検しておきましょう。この辺りには山陰自動車道の無料区間が点在しており、スムーズに移動距離を稼ぐことができます。続いて訪れたのは道の駅夕日パーク浜田。こちらの道の駅は夕日スポットとしても有名で、美しい日本海や浜田の街並みを眺めながら食事やお買い物を楽しむことができます。
近運動不足なので健康のためにジョギングをしたいと思います。とても爽快なジョギングで浜田の街並みを後にします。いよいよ島根県出雲市に入りました。ゴールはもう目前です。ここ滝町の美しい海岸線と日本海に沈む夕日は県内でも有数の夕焼けスポットです。いよいよ目的地キララコテージキャンプ場に到着しました。それでは受付を済ませましょう。ここキララコテージは日本海が一望できる見晴らしの丘公園内にある宿泊施設で、コテージログハウスやオートキャンプ場を併設しています。では荷物を下ろして今夜の寝床を作っていきます。はい、完成です。それでは食料と飲み物を買い出しに行きましょう。すっかり日が暮れてしまいました。それではようやく乾杯です。お疲れ。最高です。今夜はステーキとマグロの刺身にしました。かなり遅めの晩御飯となってしまいました。うまい、最高です。疲れた体に染み渡っていきます。兄弟のたわいもない話で時間がゆっくりと流れていきます。焚き火が私たちの疲れを癒してくれました。それではおやすみなさい。おはようございます。雨音気になる朝が来ました。晴れだった天気予報は一変し雨の予報となってしまいました。タープを叩く雨音がとても気になります。朝ごはんの前に寝床を撤収しておこうと思います。次第に雨足が早まってきました。タープだけを残してその下で食事を済ませます。
今回はうまいコーヒーも入れてられませんね。後片付けと荷物の搭載が完了しました。それではそろそろ出発しましょう。とは違い、水しぶきを立てて走っていきます。一人だと辛いことも、二人だと笑い飛ばすことができます。辛いことも楽しいことも共に分かち合い、ゴールを目指します。走ること7時間、なんと晴れ間が見えてきました。ずぶ濡れだったウェアが一気に乾いていきます。関門海峡まで戻ってきました。ふるさと九州はもう目の前です。最後までのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。